こんなことが。見事だ、ジャック。ケアン殿に続き竜を退治してのけるとは。ケアンだと。ケアン・ラッセル、俺の父さんも水流を倒した。なんだよ。なんという運命の皮肉だろう。やられるのも因果か。だが覚えておくがいい。人間に未来などない。ただ繰り返すのみ。俺に殺されるのは因果。この痛み。落ちたか、セファイド。将軍、討伐隊援軍、ただいま到着しました。遅いぞ。申し訳ありません。新たな知らせが飛び込み、対応に追われておりました。新たな知らせ？そのヘレンシア砦がエルフの奇襲を受け陥落寸前に。奇襲？よもや竜をおとりに使うとは。その上、敵の先方にガウェイン殿が。ガウェイン。クロス様は私が城へ。頼む。私はヘレンシア砦へ向かう。将軍、俺も行きます。しかし、お前は騎士団ではない。無理せずとも。騎士だとか騎士じゃないとか、そんなことはどうでもいいんです。ガウェインは父さんの仇なんです。わかった、好きにするがいい。ありがとうございます。偵察隊より報告します。ヘレンシア砦はエルフ軍によって完全に包囲されております。砦の守備隊との連絡は不能。いつまで持ちこたえられるかは不明です。そんな、早く助けに行かなきゃ。将軍、急ぎましょう。今すぐ出発しましょう。ジャック。はい。報告は最後まで聞け。はい。敵兵力は同等かそれ以上。砦を奪われた場合、奪還は困難と思われます。報告は以上です。よし、下がって休め。はっ。とにかく急がないと、砦が妖精に占領されちゃいます。間に合わん。おそらくエレンシア砦は落ちる。え？エレンシア砦は
人間とエルフの因縁の遺跡、地理的にも重要戦略拠点だ。風流が見つかり、我らは派兵した。手薄になるのを待っていたということだ。エルフ、妖精は以前から人間と戦う準備をしていたようだな。同じ大地の恵みに生きて、悲しいことだと思わんか、ジャック。将軍。しかし私は戦うことでしかそれを止めることができない。これよりヘレンシア砦へ向けて出発する。完全に制圧されてしまっていますね。そのようだな。待ってください、将軍。俺も。よかろう。ついてこい。はい。久しぶりだな、ダイナス。カリン王。カリン王。西方獅子。ガウェインと名乗ればいいかな。水流殺しケアンの息子、ジャックよ。な、あんたが、あんたがガウェインか。よせ、ジャック。カーやめろ、ジャック。そのままで構わんぞ。小僧の遊戯憲法では畑に穴も掘れん。なぜだ、騎士の鏡と称えられたあなたがなぜこのようなところに。私はすでに騎士ではない。わからない。16年前に突然姿を消したあなたがなぜ今こうして妖精を率いている。宿命だ。お、宿命。そうだ、これが私の背負った宿命なのだ。そんなことはどうでもいい。俺の父さんをなんで殺した。答えろ、ガウェイン。リドリー、リドリー、迎えに来たぞ。俺も団長も家老もみんなお前の帰りを待ってんだぞ。辛いか。いえ。ガウェイン、リドリーを返しやがれ、さもねえと。ほう、さもないとどうなる。てめえをぶっ潰す。そしてリドリーを連れて帰る。その激しすぎる性格、ケアン譲りというわけか。いいだろう。お前には体に言い聞かせた方が早そうだ。大口叩くやつは決まって弱いんだよ。マジかよ、畜生。仇なのに、父さんの仇なのに。うわっ、もう終わ
わっています。お引きください、カリンゴ。はん、どけダイナス。苦しいか小僧。だが今この時苦しんでいるのはお前だけではない。お前とは比べ物にならぬほど苦しんでいるもの、それがわからんか。わからんだろうな。だからこそお前は平気で竜を殺せるのだ。私は女に助けられるとはな。出直してこい。リドリー、なんだよ、どこ行くんだよリドリー。お前、どこ行くんだよリドリー。戻ってこい。行くなよリドリー。ジャック、おい、おかしいですよこんなの。全然わからない。私にもわからない。そうですか、ヘレンシア砦が奪われましたか。はっ。とにかくヘレンシア砦を奪われたままにしておくわけにはいきません。至急奪還作戦のための部隊を編成してください。了解しました。もっとも今回は風流という戦果があったのでよしとしておきましょう。はっ。そうそう、ガウェインとリドリーの処置は追って通達します。あれ、ここどこだ。情けないな、ぺちゃんこにされちゃって。お前誰。やっぱり打ちどころが悪かったんだ、かわいそうに。バカ、冗談に決まってるだろ。あれあれ、回復しちゃったんだ。いやいや、すごい生命力、ゴキブリ並み。悪かったな。ではごきげんよう、さようなら。お帰りはあちらからどうぞ。クロスだってまだ寝てんじゃんか。クロス様は風流との戦いで名誉の傷を負い、絶対安静なのです。お前さ、そこまで差別して楽しいわけ。ここは王国騎士団の医務室です。鶏小屋ではございませんので。ムカつく。もういいよ、帰る。ガウェイン、クソー。ねえガンツおじちゃん。はい。ガンツおじちゃんって騎士だったんだよね。つい最近まで騎士でした。なんだか遠い昔のことにも思えますが。僕のパパも騎士だったんだって。でもずっと前にお仕事で遠くに行ったまま帰ってこなくなっちゃったんだって。
そうですか。実は私の父も小鉄くんの父上と同じ騎士で、そして君の父上と同じようにどこかへ行ってしまったのです。そうなの？はい。ねえ、ガンツおじちゃん、騎士ってみんなどこかへ行っちゃうの？騎士だからどこかへ行ってしまうというわけではありません。じゃあどうして？人間というのはね、時として思わぬ出来事や自分では抵抗できない大きな力に巻き込まれてしまうことがあるものなのです。そうでなければ誰が好き好んで家族の元を離れたりするものですか。そう、君の父上に限らず私の父もきっと。なんだかわかんないけど、パパは僕とママのことを嫌いになってどっかに行っちゃったわけじゃないんだよね。そうですと、そんなことがあるはずありません。痛いよおじちゃん、おひげ痛いってば。